そうくる？歴代意外な挑戦参戦。1つ目着地、スプラ2最弱スペシャルスーパー着地。その場で急上昇した後に着地をしながら爆発するんですが、急上昇した後に静止するためそこを刈られやすく自爆スイッチと呼ばれていました。そこで運営が加えた調整は、着地を刈られたらスペシャル減少量が 25% カットというまさかの調整。刈られることが前提のスペシャルなんてあるかい。2つ目、イカ忍者反射艇の救済措置。イカ忍者スプラ3初期ではシャプマが対面強化のためにつけてるのが流行っていました。そこでの弱体化案がイカ状態になってから 0.5 秒間は効果が発動しないというもの。これにより対面強化には使えず、ローラーなどの反射艇が詰めるのには対して影響がないようになりました。まあでも反射艇たちかわいそうではあった。3つ目、イカ団子アオリイカをするとめっちゃまんじゅうみたいになるようになりました。かわいい。地球武装 X 隊ロロイトがお送りしました。